ようこそ、はしめいの部屋へ。ポッポコポールルルルル。本日はスペシャルゲストをお呼びしています。キラミキラこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は滋賀公演でしたね。あ、そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。何時だっけ？ちょっと待って。シオミ撮ってもらっていい？そう。うん、ありがとう。すき焼きの作り方も。はい、今日はすき焼きだよ。これ。うちしかうるさくない。うんうん。ずっと喋った。今日ね、一緒の飲み物。わあ、美味しそう。なになに、こっちもやってほしい。で、それそんな早く入れるの？え、まだまだまだ？もう入れてるから、もう入れてる。じゃあ行くわよ。どんぐらいどんぐらい？おいおいおい、こっち少なくない？なんか。こっち少なくない？これ足りなくない？え？ちょっとしていいんだよ、最初は。ねえ。ねえ。ねえ。なんかこれどこ？これはどこに置くんですか？食べていいんだよ、それ。食べれるよ、それ食べて。本当に？食べれるよ、それ。食べて。食べさせないの？優しい。同じ飲み物なの。いちごのなんちゃら。お酒じゃないです。シャーリーテンプルみたいな。うん。何も入ってない。何これ？最初お肉だけ食べよう。いちごジュース。お肉だけ、お肉を先にツンツン。最初はお肉を入れて、お肉だけを先に。ほら、チオミがやらないと。やる人いないから、こっち。私手が届かない。短くてアンパンチ。アンパンチ。餃子、それやばいね。餃子、こっち行きます。はい、いただきますよ。餃子に見えない。はい、そっちいいですか。はい、ありがとうございます。食べちゃっていい？すいません。ほら、特製醤油だ。危ないよ、危ない危ない。ちゃんと持ってたよ。おいおい、ちゃんと広げろ。味が染みてるぞ、そりゃ。おいおい。これさ、メレンゲをさ、これぐるぐるでしょ。せやね。そうそう。うん、そうそう。あ、うちこれ卵さ、あれご飯にかけるのかと思った。ね、絶対多い、これ。ね、タレ。いいんだよ、タレ多い方がね、味染みるんだよ。メーレンゲの、メーレンゲ。うちさ、この前さ、バレンタインみんなに作ったじゃん。あのさ、マカロン作ったんだけどさ、うち初めてマカロン作ったのね。めっちゃ美味しかった。美味しかったっしょ。でもね、うち1回目作った時ちょっと失敗したんだよね、メレンゲ。あ、そうなの。え、なんで？メレンゲむずいみたいな。じゃあ、問題です。でで、急に問題始まった。なんでメイちゃんはメレンゲ1回目失敗したでしょうか。理由は2つあります。さあどうぞ。砂糖と塩を間違えた。その混ぜ方がちゃんとできてなかった。ブー。何何何、分量を間違えた。ブー。何時間切れ。何何何、え、わかんない。正解は卵黄がちょっと入っちゃったのと、あ、はいはいはい、もう一つ、うん、卵が冷たくなかったんです。お、冷たくないといけない。そう、ちゃんと冷やした卵黄じゃないと泡立たない。あ、そうなんだ。っていうのをちゃんと調べて、マジかよってなってやり直したんだよね、新しい卵。あ、そうなの。卵もったいなかったけど。やだ、嬉しい。食べてない、まだ。ちょっと今から私すき焼きを食べるを。食べるを、だって。え、すごいね、面白いね。こんな食べ方初めてなんだけど。うまそう、見て。メレンゲが絡まったすき焼き。熱そう。熱いの。あ、お前腹ペコは。これ何？うま？何これ、めちゃうまいんだけど。そちらの皆さんはこっちですよね。そうですよ。あれ、お肉大丈夫？食べてもらえます？あ、はい、食べてよ。おいちい。頑張るね。メイトチーズ。うんうん。どうですか？
おいしい、おいしい、出ました、おいしい、おいしいね。すごいメレンゲ。そうだよ、メレンゲの気持ちだよ。作ったことあるのか、メレンゲ。本当に、うん、成功した。どこ、うん、自動的に回るやつ。うちもそれやったんや。できた、うん、ふざけんじゃないよ、私は失敗してんだ一回。妹が上手だから。あ、うち妹とちょっとタッグ組もうかな。あり、妹同士ということで。なるほどね。二人で店開くわ。急に店、うん、店開いていい、二人で。あり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 。妹はお菓子とご飯どっちが得意なの？お菓子、お菓子。あ、カフェ開くわ。ありありあり。いいよ、一人目で来てます。何のお菓子を作るんですか？え、そりゃもうメレンゲでしょ。メレンゲ売るの、うん、あ、なんか可愛いやつか、うん、あれね、メレンゲしか売らないから。メレンゲの、それで生計立てるの難しそう。もう卵白、うん、結構泡立つから、うん、あれよ、儲かるよ。あ、そうなんだ、うん、見た目可愛いし。儲かるんだ。儲かるよ。ちょっとタック組むわ。知らなかった。知らなかった、うん、宣伝してほしいだから。あ、違う。うん、名前何にする？塩ミキロ。いや、塩ミキロいないのに塩ミキロ。メレンゲの気持ち。メレンゲの気持ちはパクリなんだ。メレンゲの気持ち。うわ、ほら見て見て、お肉大きいよ。うわ、これ私にちょうだい。やった。ミキが固まってる。ミキ食べてる？ミキね、こっちの肉食べてるよ。塩ミがやってくれてるから。えらいね。やればできるやないか。うるさいな。ヨミキラーが料理してるとこはね、うん、なかなか見れないから。いや、今日楽しかったね。楽しかった。しがーって。うちさ、前にさ、関西ツアーかな、しがーで。これめっちゃ喉にくる。関西ツアー、滋賀来た時の写真見たんだけど、景色が違いすぎる。はい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 、はい、もう載せよう、ツイッターに。おお、全然違いましたね。食わずとなうっつって。もうわずだけど。確かに確かに。唐揚げめっちゃいい匂いする。唐揚げ食べていいよ。マジ？え、マジ？めっちゃ美味しかった。タレつけたら。うん。嬉しい嬉しい、唐揚げ嬉しい。一之瀬美香さんが唐揚げくれた。優しいね。興味はさ、今日うちのさ、隣でご飯食べれて嬉しい。幸せ、本当に。え、だってさ、あのさ、隣で食べようねって言ったらさ、めちゃめちゃニヤニヤしてたよね。嬉しい、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 本当に。わーわー、あくん、はい、メイリフト、あくん、わー、うまそう。わ、これも量が多いからみんな食べように。しおみちゃん、いい入れて。これもう いけます？いい？めっちゃいい。いい肉か。野菜盛り。ちょっと幸せだな、おいしいの食べれて、うん。やっぱ生きてるって感じするな。いいこと。いいことだな。うん、いつもさ、掛布さんとかさ、ライブ行ってさ、うん、終わった後にみんなでさ、楽しくご飯食ってさ。でさ、なんか写真送ってくるじゃん、うちらにタグ付けで。はい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 、はい、全部うまそう。うん、わかるわかる。うわ、うまそうだな。そのね、土地のね、うん、ご当地のなんか、うん、食べてる。まとまってられた。塩目、さっき何を間違えた。これやる用の
お箸と。あ、全然よ。いい、いいか。関節キスだね。関節キス、オタクにできない関節キスが味わえてるから。うわー、これは塩見キラのオタク。100のダメージ。ズドズド。急所に当たった。いやーこれ幸せでしょ。もう一口じゃいけないんだよ。すごいね。本当に今度家ですき焼きやるっていう時はちょっとわざわざ卵白をメレンゲにして出してみようかな。ママに。あ、いいね。いい卵買ってやろうよ、ね。千葉県めっちゃ美味しい卵いっぱいあるから。野菜食べてます？あ、野菜食べてないわ。え、入れてくれるの？やばっていいように。食え。ちょ食え。茎ばっかだな。この野菜茎ばっかだな。芯ね。茎って言わない。茎。茎じゃないの？茎じゃない。茎でしょ。暑いのこれ。暑い。本当に薄けな？うん。やけどするよ。どうだ？あ、ちょっと。あ、そんな熱くない？いいな、おっきいお肉だよ。やったー、ひなたんお肉だよ。やったー。あれ食べた？あ、でかいね。でかいな。一口じゃ。今日カニないの？カニはない。カニない。寂しい。塩味のチャックリ聞きたいな。早く出して塩味のチャックリ。はよっ。はよっ。あ、止まったかもしれない。はい、豆腐1。うわ、びっくりした。何？チャックリ出る。そういうこと。びっくりした。なんかと思った。豆腐反応遅くね。なんだよ。なんで怒ってるの？豆腐、はい。ちいたけ。まいたけ、しいたけ、うまい。しいたけ好きなんだよね。そうなんだ。あと、えのきも好き。うん、あれうまいんだよ、ホイルでバター焼きすると。なんか普通にメレンゲの方が好きかも、うち。全然違うね。全然違う。うましかて。久しぶりですね。ちょっとした朝ごはんなんて。うちしか分かんないから多分。分かる分かる。これハウルの動く城のマニアの人は分かる。お豆腐メンタル。でもいい。あ、お豆腐って繊細。今度からこういう人来たら気をつけよう。餃子いります。扱いには気をつけよう。え、入りたい。欲しい。餃子気になってたんだよね。メイ餃子好きなイメージ。めっちゃ好き。ちょっとお湯入れよう。でかくない？なにこの餃子でか。柔らかい皮が。切れるかな。なんだよ。うん、なにこそこそしてんだよ。はい、ということで、今回は、はしまめいの長かったハウスにゲスト、塩見キラでした。どうでしたか？いや、やっぱ独特の世界観がね、ありますよね。そうですね、出演できて楽しかったですか？あ、すごく幸せでした。ありがとうございます。今度一緒にご飯行く。行きましょう。では、次回の動画もお楽しみに。また聞いてね。ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、神山でした。バイバーイ。